どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイポイント 50% ボーナスポイントキャンペーンね、紹介していきたいと思います。期間中にね、マリオットボンボイポイントを、2000ポイント以上購入すると 50% ボーナスのね、ポイントが付与されますっていうキャンペーンなんですよね。だから仮にこれで、5万ポイントね購入すると、50% の、2万5000ポイントが追加されて、合計7万5000ポイントがね、まあ、購入でき、もらえるっていうキャンペーンなんですよね。で、まずね、キャンペーンの詳細いきたいと思うんですけども、まずね、はじめに注意事項いきます。これね、マリオットボンボイポイントって、マリオットボンボイのアカウントを、作成してから、90日、もしくは、アカウントアクティビティが記載されている場合は、30日経過しないとポイントを購入すること自体がね、できませんので、もしね、概要欄にね、あの公式サイトの URL はね貼っておくんですけども、あのもしね購入できないっていう方は、もしかしたらアカウントがね作成してから、日数が足りない可能性もありますんで、まあその点はね覚えておいていただけたらなと思います。で、こちらね、ボーナス、ポイントね、キャンペーン期間なんですけども、2月の、18日から、3月の25日ということで、あと1ヶ月以上ありますんで、まあゆっくりね、検討していただいて、購入していただけたらなと思います。で、次にですね、購入できるポイントの上限なんですけども、購入は、まあ、5万ポイント以上ね、できないように見えるんですけども、一応ね、1アカウント10万ポイントまで購入することができます。ですので、まあ5万ポイントで1回でね決済して、また5万ポイント決済みたいな感じでね、まあ利用できるっていう感じなんですね。まあ本来ね、このマリオットボンボイポイントっていうのは、まあ1年間にね、5万ポイントしか購入できないようになっているんですけども、このキャンペーンの時だけね、10万ポイントにね枠が増えるっていう感じなんですよね。でね、実際ね、購入した金額、ちょっとね見ていきたいと思うんですけども、5万ポイント、購入すると、まあ、先ほど言ったようにね 50% のボーナス、ポイントがついて、2万5000ポイントが付与されますんで、合計で7万5000ポイントで、これをね、ドル円でね最初出ちゃいますんで、これが625ドルで出ます。で、これを110円のね、1ドル110円の計算でいくと68,750円ということで、7万5000ポイント、を、68,750円で購入するっていう感じですよね。ですんで、これ1ポイントあたり91円っていう感じになります。もちろんね、これドル円で計算されますんで、為替の影響はね受けますんで、価格はね参考程度に見ていただけたらなと思います。で、この7万5000ポイントでね、まあどのぐらいのホテルがね、まあ宿泊できるかっていうと、まあ3万5000ポイントのホテルを2回とかね、6万ポイントのホテルを1回と、まあ1万5000ポイント残しっていう感じですね。で、あと、1万ポイントを貯めて8万5000ポイントのね、ホテルを宿泊するみたいなね、まあ感じですよね。で、この3万5000ポイントだと、大体ね、軽井沢マリオットホテル、こちらね3月4日にカテゴリー変更来ちゃいますんで、それ前までにね予約することができれば、3万5000ポイントでね宿泊することができます。それ以外には山中湖、修善寺、名古屋マリオットホテル、ウェスティン淡路、ウェスティン都ホテル京都、シェラトングランド、グランデオーシャンリゾート、こちら宮崎ですね。まあ大体ここら辺のねホテルが、宿泊できるっていう感じになります。で、まあこれを2泊ね、まあ宿泊できるんですけども、まあ1泊の大体の金額が、34,375円以上だとね、これのね、まあ元が取れてるっていう感じになるわけなんですよね。まあ正直ね、結構厳しいと思います。うん、あのこの3万4000円とかね、3万5000円を超えてくるっていうのは、まあ結構ね、日本でも、繁忙期と呼ばれている、まあ、ゴールデンウィークとかお盆とかね、年末年始とか、そういうところを狙っていかないと、3万5000ポイントのホテルでね3万4000円とかね、超えてくるってなかなか厳しいと思いますね。アップグレードされる可能性はまあありますんで、まあそうなるとね、全然元は取れると思うんですけども、もしね、アップグレードされなかった場合ですね、ちょっと下回ってくるかもしれないですね。で、6万ポイントの場合は、まあセントレジスとか、大阪マリオットとかね、まあそこら辺がまあおすすめっていう感じですね。まあこちらも、大体ね、6万ポイントで、まあ、1万5000ポイント残りますけども、結構ね、価格的にはね、お得になるっていうのは、やっぱり繁忙期っていうのが
なるかなっていう感じですね。でまあ個人的にね、一番おすすめな使い方としては、まあ、8万5000ポイントまで貯めてリッツカールトン東京とかリッツカールトン京都とかね、まあ、そこら辺を利用するのが、まあ、一番おすすめ、まあ、ポイントを有効活用できるっていう意味では、まあ、そこかなっていう感じなんですよね。まあ、というのもこのリッツカールトン東京とかリッツカールトン京都とかね、このリッツカールトン系ってやっぱりね、結構平気で週末で13万とかしますんで、まあそうなるとね、まあこの1ポイントの価値っていうのはね、結構高まりますんで、ポイントを購入して宿泊してもですね、現金で宿泊するより、お得になるっていう感じなんですよね。ですんでまあ個人的にはまあ一番おすすめなのはこの8万5000ポイントのね、まああたりかなっていう感じなんですけども、次にねちょっとニューヨークも軽く紹介していきたいなと思うんですけども、まあ3万5000ポイントだと、マリオットダウンタウン、シェラトントラベッカ、こちらシェラトントラベッカも3月4日の、カテゴリー変更でね変更になりますんで、まあ3月3日までにね予約すれば、シェラトントラベッカも入ってきます。あとはブルックリンのシェラトンとかブルックリンのマリオットホテルですね、まあ、これも3万5千ポイントで、ね、宿泊することができます。ニューヨークだとですね、だいたいこれ3万5千以上、ね、してくる方が、ね、多いので、まあ、結構おすすめかなっていう感じですね。であとね6万ポイントで宿泊すると、W タイムズスクエアとか、ね、JW マリオットとか、まあ、ここら辺だと、まあ、1万5千ポイント残しになりますんでね、まあ、こちら繁忙期向きかなっていう感じですね。でやっぱりね一番おすすめなのはニューヨークでもリッツカールトンとかセントレジスとかねスーパーハイブランドのホテルですよね。まあこちらら辺だとですね私が宿泊した時も1泊10何万とかしましたんで、うん、かなりねポイントの宿泊、まあ購入したポイントで宿泊しても現金で宿泊するよりはねはるかに安いっていう感じですね。それでは次にですね、まあマリオットボンボイポイントはですね、まあ皆さん知っていると思いますけどもマイルにもね、まあ、交換できるんですよね。で、一度にね、6万ポイントを、一気にね交換することによって、ANA マイル、ANA JAL とかね、まあ、その他、結構な数がある、ね、航空会社の中からですね選んで、6万ポイントを2万5千マイルでね、まあ、交換することができるんですよね。で、5万ポイントを購入して、まあ、7万5千ポイントになって、それをね全部マイルに交換した場合っていうと、この7万5千ポイントはね、全部でまあ3万マイルになるんですよね。で1マイルの単価が、これ交換したことを考えると、まあ、2.29 円っていう感じなんですよね。で1マイルの価値が2円超えてくるとなかなかね厳しいっていう風に言われてますんで、まああんまりお得じゃないかなっていう感じなんですよね。ここからですね購入金額をですね、まあ、下げる方法っていうのをね紹介していきたいと思うんですけども、まずですねマリオットボンボイポイントの購入もですね、まあ、私ね紹介したこと何度かあると思うんですけども、トップ部キャッシュバックっていう、アメリカのポイントサイトに、マリオットボンボイのね購入も、あるんですよね案件として。ですんで 2.5% ね還元が受けることができます。仮にねこれを5万ポイント購入した場合で1400円ぐらい、まあ、もらえるっていう感じで、これねペイパルって、まあ、聞いたことあると思うんですけども、こちらで、出金ができるようになるので、まあ、手数料かかっちゃうんですよね。ですんで250円の手数料差し引くと、まあ、大体こちら1000円がね、まあ、返ってくる、計算となります。まあ、出金手数料のこの手数料250円払えばね、銀行に払い戻しもすることができます。次にですねやはり今やっているキャンペーンと掛け合わせるとしたらやはりねクレジットカード 20% キャッシュバックキャンペーンにね、合わせ技で使うのがねやっぱりお得なんですよね。でまず、三井住友カードなんですけども、三井住友カードの場合は6万円分を利用すると、まあ、1万2千円分ね、まあ、キャッシュバックされますんで、まあ、こちらね5万ポイント購入した場合、まあ、本来6万8750円なんですけども、ここから1万2千円キャッシュバックされますんで、5万ポイントで5万6750円っていう風になるんですよね。マリオットボムのね、単価先ほどが0.91 円、まあ、1ポイント 0.91 円でまあ購入することができるんですけども、まあ、これがね、こちら三井住友クレジットカードのキャッシュバックキャンペーンに併用することによって 0.75 円っていう風になります。でこれねマイルにするとですね、
なんと2円切ってくるんですよ。 1.89 円っていう風になってきますんで、これね、三井住友クレジットカードの、キャンペーンに乗って合わせ技で、ね、利用すると、まあすごいお得になるっていう感じなんですよね。で次にね、もう一つやってますね、三菱 UFJ ビアソカードですね。こちらだと、5万円で、まあ、1万円分のねキャッシュバックが受けられますんで、こちら5万ポイント購入すると6万8750円っていう風になりますんで、本来6万8750円のところが、5万8750円という風になりますんで、マリオットボンボイの1ポイントの単価として 0.78 円っていう風になります。でこれが、マイル単価にすると 1.95 円ということで、まあ、どっちのねクレジットカードキャッシュバックキャンペーンをね利用したとしても、まあ、マイル単価としてはまあ2円切ってきますんで、マイルの交換にするっていうのはねかなりおすすめですね。でマリオットボンボイポイントにしてもですね、7万5000ポイントで、まあ、5万8750円でね、まあ、購入できるっていうふうに考えると、まあ、そこまで悪くないかなとは思うんですけども、まあ高いは高いですからね。うん。まあ、個人的にはですね、ハイブランドのホテルを狙うのか、もしくは、本当にね、緻密に計算していただいて、現金で払う方が安いのか、ポイントを購入してね、宿泊した方が安いのかっていうのは、まあ、かなりね、調べてから、まあ、購入することをお勧めします。で、最後になんですけども、三井住友クレジットカードのね、今キャンペーンやっておりますけども、なんとね、まだポイントサイトに案件あるんですよね。ですので、まあこれね、結構すぐなくなると思ってたんですけども、今もね、ポイントサイト EC ナビで、三井住友カードね、3000円分のポイントなんですけども、発行&利用案件でね、利用条件もまあ5000円でね、この3000円分のポイントもらえますんで、まあこちらもね、ぜひ利用していただけたらなと思います。さらにね、この3000円分のポイントを、現金でね、受け取れば出費は抑えれる風にね、なりますから、個人的にはですね、まあ三井住友カードの方がね、おすすめかなっていう感じなんですよね。このね、三菱 UFJ ビアソカードはですね、残念ながらもう結構前に案件終わってしまって、まあ今のところね、復活してないので、まあ今後どうなるかわかんないんですけども、まあ今のところはですね、三井住友カードの、案件の方がね、3000円分でありますんで、まあこちらがおすすめかなっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回の動画は、マリオットボンボポイント 50% ボーナスポイントキャンペーンで、ね、紹介させていただきましたけども、ここまでねお得になるっていうのはマリオットボンボになってからは初めてです。SPG 時代にねこういうキャンペーンあったんですけども、これがねまたあったっていうのはねかなり驚きなんですよね。で、しかもね、三井住友クレジットカードのね、キャッシュバックキャンペーンともね合わせ技が使えますんで、まあ利用先がね、まあ、決まっていて、まあ、ある程度ね、ポイント購入するのと、宿泊代払うのとね、よく計算していただいて、まあ、どっちが安いかね、検討していただいた上でね、利用していただければなと思います。まあ、マイルに関して言えば、ビジネスクラスとかね、狙っている方であれば、購入するのは全然 OK だと思いますんで、もしよかったらね、利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。